ウッタマルの日曜アベマロードショーは2018年4月9日よりアベマ TV のドラマチャンネルで配信されている映画番組毎週日曜の20時50分から配信通称は日曜ロードショー厳密には番組表によると冒頭10分の解説部分がライムスターウッタマルの日曜アベマロードショー 映画本編は日曜ロードショーのタイトルであり、アベマビデオではそれぞれ別にアーカイブされている。アベマの中の映画館、映画はみんなで見るのが一番を題目に送る映画番組。うだまるは第1回で劇場で見る自分で選んで見る映画もいいが、誰かがセレクトした映画をみんなで見るのも楽しいと日曜洋画劇場、月曜ロードショーをマージュした番組と説明している。 オープニングは3 5ミリ映写機の CG 映像から始まり映写レンズがどの楽点となりタイトルロゴを表示宇田丸が一人越し、ポイントとなるコメントは大きくテロップで表示される映画作品は基本的に洋画、邦画宇田丸の好き嫌いを超えて選択される第1回は愛のむき出し上映時間の長さからテレビ地上波では 全編が流せないことから選ばれた。2018年7月は、宇田丸レコメンド映画と題し、配信可能な作品から、うたまが勝手にセレクトしている。映画の買い付け料金不足を理由に同月で終了。最終上映作品は、アポカリプト。番組は終了したが、8月以降2018年、いっぱ杯まで同枠は、映画配信枠となっていた。ありがとうございます。